皆さんこんにちは、ドクター熱血です。さあ今日はよいしょと、イベントクエストを全部クリアしたいと思います。今のところここだけですね。なんて読むんだろう、極み級なのかな、超級、極級かな。とりあえず推奨が100ということなんですけど、まだ全くどんなステージか知らないんですけど、行きたいと思います。まあだんだんと、あ、フレンドポイントが上限ね。もう火曜日にですね、8月4日の火曜日にブリーチのファンブックが発売になって、コードがついてますけどね、体調ガチャ今後やっていきたいと思います。さあ頑張ります。夜市の猛獄によりソウルソサイティへとやってきた1号、その力量がかかるため5艇13隊の隊長たちの戦いを終えたはずだったが、13キロやなんだと。さあ始めようか。さあフォローだね、これ。あ、しまった、あれだな、あれをいじってない。リンクが、キスケとかね。やべ、あー凍った。危ねえな。遅い。硬いな。レベル100なんですけど。こっちは何もない。はい。ああ、遠距離。それはわかんねえわ。ボスまでにあんまりダメージを食らいたくないんで、安全にいきたいと思います。また M ステを拾えないので、フォローがどんな攻撃なのかね、正直分かってない。危ない危ない。これ結構時間かかるな。これは一つの動画じゃないと尺が足りなくなる。コンボ数がすごい楽しいことになってる。バックステップで避けるぞこいつ。これでラストか。超戦車レベル45。
これはまあよくある製品ですね。ダミオナイっていうようなためにね、テスもやむなしだったよね。挽回来ちゃったよ。追跡煙幕を。ちょ、味方が超強いんだけど俺今何にもダメージ与えないで、でも5割は超えたと思うんだけど、あっピヨってると上下逆さまになるのかな。やべ、何にもしなかった味方の CPU だけでクリアしてしまった。はい、というわけで限定クエスト見極める力。ああ、あれだね、経験石がいっぱいもらえるんでね。とりあえずクリアいたしました。ちょうどいい時間なんで、じゃあこれだけでこれ退去です。もう一個の動画そしてあげるけど、いっぺんにあげるかもしれない。とりあえず、一旦動画を終わる。お疲れ様でした。